どうも、菊之進です。仕事の優先順位のつけ方に悩んでいる。何から着手するべきかわからない。メインの仕事と雑務をこなすのに精一杯で、本当にやりたいことや挑戦したいことが後回しになってしまう。仕事に時間がかかりすぎ、家に持ち帰り残業をしている。そんなあなたへ、経営コンサルタントとして世界中から支持されるスティーブン・リチャーズ・コビー氏の7つの習慣から成果を出すために重要な優先順位の付け方を紹介します。コビー氏は仕事の優先度を重要度と緊急度の面から4つの領域に整理しています。まず1つ目が重要度が高く緊急性も高い仕事、2つ目が重要度が高く緊急性は低い仕事、3つ目が重要度が低く緊急性が高い仕事、4つ目が重要度が低く緊急性も低い仕事。仕事の優先順位はこれらの1番から4番の順につけることが推奨されています。ここからがポイントです。コビー氏曰く、生産性の高い仕事ができる人は2番ができている人だというのです。緊急でないけれど重要な仕事である2番の具体例を示します。長期的な成長と継続的な成果を得るための勉強、感謝感動されるレベルでの顧客への貢献、事業を飛躍させる起爆剤を考える、大きなビジョンを描く計画作り、誰もが一定のレベルで実践できるプロセス作り、クレームが起きないための仕組み作り、そのままにしておくと大きな問題になることへの対処、表面的でない深い人間関係作り、これらは仕事の生産性を高めることに直結し、会社の将来に大きく影響する仕事です。そして自らも新しいことにチャレンジし成長できる仕事です。働きがいを感じるためにも必要なのです。もう一度こちらのグラフを見てください。残念ながらほとんどの人が1番と3番に没頭して2番ができていないのです。僕自身もそうでした。気を抜くと今でも1番と3番の仕事に溺れてしまい、2番にたどり着くまでは疲労困憊です。そうして結局大事な仕事は後回しになるのです。後回しにすることで大失敗し、得意先に迷惑をかけ、上司と一緒に謝罪しに行くなんて経験が何度もありました。改めて言いますが、優先順位的には3番より2番が大事です。1番なんて1日のうちで本当に緊急かつ重要な仕事といったら1つか2つ程度しかありませんから、2番はできるはずなんですね。でもほとんどの人が2番は時間がかかりそう、めんどくさそうと言って3番に逃げてしまいます。すると3番の中で本当はそこまで必要ないのに勝手に重要視、緊急視してやらなきゃならない仕事というのが溜まっていくんです。気づいた時には膨大な仕事量で2番なんて一切手つかずの状況に陥ってしまうのです。これを回避するためにはどうすればいいのか、最後に3つの方法を紹介します。1番目、振られた仕事を全て引き受けてしまわない。他者の仕事は引き受ければ引き受けるほどキリがありません。上手に断るスキルを備えておくといいでしょう。概要欄に断れない人が断り上手になる方法についての参考動画のリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。2番目です。重要性の低い仕事は手抜きをしましょう。メールチェックや報告書の作成、発表資料のデザインに時間をかけすぎることはありません。日々のタスクでさほど重要でないものはどうしたら楽できるか一生懸命考えてみてください。3番目です。1日のスケジュールを立てるときに午前中に2番の仕事を強制的に入れてしまいましょう。そうすれば嫌でも取り掛かることができます。なぜ午前中かというと、午後より午前の方がウィルパワーと呼ばれる意志の力が働き、思考系、考える系の仕事をするのに頭がよく働くからですね。以上です。2番の優先順位をおろそかにしなければ、1番と3番の仕事量は自然と最適化されていきます。本当に大切な仕事が見えてきて、やる必要のない仕事は削れるはずなんですね。そして高いモチベーションを維持しながら、日々の仕事に取り組むことができます。決められた時間内で効率よく仕事が終わらせられる。それでいて生産性の高い人になるためにお互い頑張りましょう。僕にとっても大きな課題です。それではまた。さようなら。